完成だ。それでは紹介しよう。私が手塩にかけて増築&改良したマイホームを。ここがキッチン。蛇口から水は出ないよ。ここがリビング。テレビには何も映らないよ。そしてここが自慢のベッドルーム。お気に入りはこのふかふかの枕だよ。そしてこの前のことを踏まえて防災を強化したよ。罠に獲物がかかったら教えてくれるお知らせ用の糸を東西南北に設置。これで何かあっても即座に対応可能。はあ、快適すぎる愛しのマイホーム。お腹減ってきた。マイホーム完成祝いにあれ行ってみようか。この日のために温存しておいたこれ。人間が死にかけてまで運ぼうとした卵、きっと希少価値のあるものに違いない。ものすごい珍味で美味かも。ということでいただきます。さすがにこの大きさだから頑丈だな。しかしこの私はただの雲にあらず。元人間様の知恵を見ろ。こうしてこうしてこう、そしてこう。マジか、あった。何でできてんだよおい。これぶつけて割るのは厳しいな。それにしてもこれ何の卵だろう。卵。それじゃわからんてば。スキル鑑定レベル2になりました。鑑定のレベルが上がった。スモールレッサータラテクト、名前なし。おお、ちゃんと種族名らしきものが。レベル1の時よりだいぶマシになったな。しかしスモールな上にレッサーなのね私。なんかこうザ・レッドウシュって感じ。ま、前世も似たようなもんだし気にしても仕方ない。気を取り直して卵を鑑定するか。チリュウの卵。チリュウ？ドラゴン？そんなんいるのか。さすが異世界。私がドラゴンスレイヤーになるのはまだ早いということか。いつか割れるようになるまで保存かな。